皆さん、こんにちは。今回はチェーンスキルってなんだっていう話をしていこうかと思います。なんて言うんだろうな。これ完全に把握してるわけじゃないんですけど、ちょっとこういうのがね、チェーンスキルの、お知らせだとか、ヘルプであるかな。多分出てると思うんですけど、そういうのがあると思うんで、ちょっとね、見ていこうかっていう感じで、もうちょっと、情報がいろいろ確定して、もう解説できるなってなったら、またね、そのうち、解説動画、出していこうかと思います。ちょっとね、これ読むのもまだ初めてなんで、ちょっとね、わからないことだらけなんですけど、あ、これ、ソードスキルの、何これ？左上になんか変なマークついてる。何これ？ S、チェイン、SCS？ わかんない。何これ？チェーンスキルで、チェーン状態になると、一定時間スロット1に設定しているスキル以外も全てスイッチとして使用できるようになります。嘘こけよ。嘘こけよ。10突しねえとできねえんだろ、どうせよ。チェーン状態で、チェーンスキルを発動すると特殊な効果を他のスイッチにも付与され、強力な一撃を。これさ、発動条件、チェーン状態の発動条件でカウンターチェーンでしょ、確か。チェーンスキルについては、また一定時間にチェーンした回数に応じて特殊スーパーチェーンがある。あれ？チェーン状態になるとでしょ？そのチェーン状態。ん？特殊な効果が他のスイッチでも付与されるの？チェーン状態でチェーンスキルを発動すると特殊な効果が他のスイッチも付与され、ん？他のスイッチにも付与されんの？どういうこと？ S、え、あれ、あれじゃ、だけじゃないんだっけ？チェーンスキルにだけくっつくんじゃなくて、あれ、他の、何？じゃ、フルバストに乗せるとかできるの？スーパーチェーン効果みたいなやつ。一定時間にチェーンした回数に応じて特別なダメージ加算が発生するスーパーチェーンがあります。あ、スーパーチェーンじゃない、スーパーチェーン効果。チェーン状態になるには2つ方法、あ、2つ方法があるんだ。俺てっきりカウンターチェーンだけだと思ってた。1つ目がチェーンスキルをスロット1に設定してからスイッチを使用すると発動します。あ、これスイッチ発動すればいいんだ。これなんか1段階でいいんだね。2段階とか3段階とかいらない。とにかく、チェーンスキルを、スロット1ですね。スイッチ枠というやつ、この一番上のパレットに入れると、入れてスイッチ打てば、まあ起動すると。で、2つ目がこれですね、カウンタースイッチってやつですね。特定の敵の攻撃中、まあ敵の特定の攻撃中かな、にタイミングよく攻撃すると発動する。まあ、なんて言うんだろう、簡単に言うとパリーみたいな。敵の攻撃した瞬間に発動するとパンツって、何、攻撃が無効化されると。それでカウンター起動して、スイッチ、何、チェーン状態に入るのか。チェーン状態一度発動するとクールタイムが発生し、クールタイム中はチェーン状態になりません。クールタイムが発生する。あ、チェーン状態のクールタイムね。例えば、覚醒のクールタイムだとか、フルバーストのクールタイム、アクセルのクールタイムってあると思うんだけど、これはチェーン状態のクールタイムですね。このね、シリカちゃん、かわいいですね。アビリティの効果でスーパーチェーンのダメージ上限が上がり、チェーン状態の発動時間も伸びます。スーパーチェーンのダメージ上限が上がるの？これは、この、チェーンアビの効果自体じゃなくて、スーパーチェーンのダメージ、アビリティの効果でか。チェーン状態の発動時間も伸びます。スイッチゲージの量によってもチェーン状態の時間が伸びます。あ、スイッチゲージの量が、何これ、か たっぷりのスタンプ スイッチ溜まり具合、これ数値化してくれるようになったんだ、これ。で、この数値化されたスイッチの溜まり具合、もう具体的に表示してくれるから、これに応じて、
そのチェーン時間、チェーン状態時間が伸びるのか。へえ、面白いね。で、これあの貫突、このアイコンはあのチェーンアビ貫突した状態なんで、貫突すれば 7.5 秒伸びると、チェーン状態が。で、さらにスイッチもいっぱい貯めてから起動すれば、それだけ長くできるということで、だからこのあれか、チェーン起動し、あの急にしちゃうとあれなんかな、スイッチをいっぱいできるだけ貯めてからチェーン起動したいから、あのすぐに使いたくない。だからカウンターチェーンも、まあ、すぐに考えなしに打つと、もしかしたらチェーン時間が短いまま発動しちゃうかもしれないですね。アクセル、コネクト、バーストなどの他のスキルと併用が可能なので、ほら、コネクトなどの他のスキルと併用が可能とか書いてあるけどさ、でもコネクトの、いや、肝心のコネクトの連結分が、なんていうの、スキル威力増加になるのかっていう話なんですけど、これだけじゃちょっとね、説明が足りないということで、説明おかわりですね。お知らせ、見ていこうかと思います。これが、この画像が、ウィークエンドで出たやつですね。この1枚しかね、スライドがなかったんで、あ、今回1枚しかなかったんだって思ったんだけど、一定時間の間に遅延した回線に応じて増えるダメージ量も上昇と、あ、違う、その前にあれだ、チェーンアビの、チェーン強化効果みたいなのなんだ。チェーン中効果、あ、これか？チェーン中効果か。チェーン中効果っちゅうやつね。同じセット内の装備数1枚につき、チェーン状態時のスイッチダメージが上昇効果。あ、あれ？同じセット内の装備数1枚につき、チェーン状態時のスイッチダメージが上昇。じゃあ1枚、さらにもう1枚チェーンアビ持ってれば、まだ多分この1枚しか実装されてないけど、もう1枚実装されば、されればさらにスイッチダメージが上昇すると。このスイッチダメージっていうのが、ダメージ計算式のどこにかかってくるのかって話ですけど、なんとなくスキル威力の上乗せっぽい気はしますね。ダメージって書いてあるのかな、属性ダメとかクリダメとか、そういうあの計算式上の何枠に入るのかどうかっていうのがちょっと気がかりですけど、チェーン中効果と、これチェーン自体、チェーンアビ自体に上昇効果があるんですよね。あとコンビネーション5、これがね、常にね、スキル力 150% 上昇になるんですよね、チェーン中に。っていう感じなんですね。じゃあ、改めて、見ていこうか。チェーンスキルを実装しましたと。チェーンスキルとは、チェーンスキルをスイッチで使用すること一定時間チェーン状態となります。これはさっき見たやつね。このチェーン状態ジャスト、ああ、これさっきも見たやつね。はいはい。チェーン状態中にチェーンスキルを使用することで、チェーン状態中にチェーン、ああ、チェーン状、チェーン時間に入ってからチェーンスキルを使うと。ってなると、チェーン状態中にスイッチとして使用できるスキル用の特殊な効果が付与される。でもこれさ、1回のみって書いてあったよね。なんかさ、1回のみって書いてあるじゃん。ほら、1回発動って、この1回って何なのって、なんかよくわかんないんだよな。1回ってなんだよ。複数のチェーンスキルの使用で重複して付与する。あ、重複して付与する。チェーン状態中スイッチとして使用できるスキルの特殊な効果を付与されますと。この特殊効果は複数のチェーンスキルの使用で重複して付与。チェーンスキルいっぱい入れれば入れるほど、何チェーン効果みたいな、スーパーチェーン効果みたいなのが何、重複して付与する、重複するイコール同時に発動するって意味なんだっけ、確かこのゲームだと。このスーパーチェーン効果っていうのを重ねることでどんどん強くなっていくんだ。やば。チェーン状態中にスイッチした回数に応じて、通常のチェーン効果以外に特別なダメージ加算が、特別なダメージ加算、
これをスーパーチェーンと故障します。故障。更新料、特別な効果についてはスキルの詳細があるので CS と書かれた。スーパーチェインだから CS か？チェインスーパーじゃん。なんかチェインスーパーってなんかスーパーマーケットみたいな響き。いや、CS と書かれても水色アコンのタブから確認できますと。はい。で、チェーン状態になることでコネクトアクセル、フルバーストなど、限界突破し中十突している他のスキルの特殊な効果が、あ、チェインスキルだけに付与されるんじゃなくて、十突していれば効果が乗ると。例えばコネクトスキルをチェーン状態で使用すると連結しているスキルが限界突破10である場合、その一つ一つのスキルもチェーン状態による効果が得られます。ひゃー、やばい。連結しているスキルが10突である必要があるのね。はい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 。また連結しているスキルにチェーンスキルがある場合、チェーンスキルの特殊効果が付与される。あ、コネクトとコネクトチェーン、あ、コネクトチェーンとチェーンスキルでチェインチェインって感じになるのね。はいはい。フルバーストスキルも同様にフルバースト状態を発動させつつ、使用するバーストフルバーストもチェイン状態による効果が得られますと。ほー、フルバーストバーストもチェイン状態による効果が得られると。10突すればやばいね。しかもあれでしょ、あのスキル威力あの上乗せされるやつでしょ、スイッチのチェインコンボで。チェイン状態の発動方法、チェインスキルを使用してチェイン状態を発生させる方法は2つあります。さっきのやつね、カウンターチェインとチェインスキルのスイッチ起動と。チェイン状態発動中はスイッチゲージに残りの効果時間が表示されます。チェイン状態発動中は、あ、このスイッチの部分にあれ残り時間が表示される。つまりあれか、貯めたスイッチの分これ数値化されるって話だったけれども、この数値の分があのチェーン状態になると少しずつ減ってって、これが効果時間みたいになってんのか、もしかして。またスイッチゲージの量に応じてチェーン状態の発動時間を伸ばすことができます。スイッチゲージ量1、発動時間、あ、スイッチが、1段階溜まってれば発動時間30秒、スイッチが2段階溜まってれば45秒、3段階溜まってれば60秒になると。へー、面白いね。チェーン状態終了後は一定時間のクールタイムが発生します。クール、あ、これあれです、さっき見たチェーン状態のクールタイムってことですね。クールタイム中はチェーンスキルを使用してもチェーン状態にはなりません。まあそりゃクールタイムだからな。まあそれがクールタイムって意味だからな。クールタイムはスイッチゲージ枠の色で確認可能ですと。この灰色部分が全てなくなって CS 部分が点灯するとクールタイム、あ、だからこのこれあれか、このスイッチのあの押すところね、このボタンが周り青で囲ってる部分と灰色で囲ってる部分あるけど、これが青が満タンになって灰色がなくなったらクールタイムが終わると。で、それでまたチェーン状態に入れると。チェインスキルのアビリティ、まあ、ちなみにこのチェイン状態は覚醒とかアビリティと併用が可能らしいですね。ウィークエンドでやってました。チェインスキルのアビリティ、装備することでチューパーチェインのダメージを上限を上げることだけ、チェイン状態の発動時間を伸ばすことができます。なおエクストラアビリティ枠で装備してもこれらの効果が得られます。指輪にあのチェインアビ入れても指輪の効果しかつかないと。まあ、指輪まであれだよな。チェインになるとちょっとチートみたいになっちゃうって話か。インフレ。カウンタースイッチ。これが、特定の敵の攻撃。あ、多分特定の敵の攻撃なんか色変わるんだよ。ほら、これ青とか赤とか。だからこれ、こういう色が出たら、なんか、その攻撃に合わせてチュインってやってチェインできると。その攻撃はダメージを無効化しつつ相手にチェインスキルによりダメージを与えられます。
カウンタースイッチ。ほう、かっこいいね。この際、チェイン状態となれる条件を満たしていれば、そのままチェイン状態となります。この時、相手には一定時間のデバフがかかり与えるため、デバフがかかる扱いなんだ、これは。カウンターチェイン。あ、これか、この画像の、あの、ボスの HP バーの下あたり、なんか、これか、この、変なアイコンが、ボスのとこにデバフとしてつくと。へえ、これで何？与えるダメージ増加すんだ。あ、じゃあカウンター決めまくるとなんかどんどん与えるダメージ増えていくってことか。あれじゃん。チェーンブロック組むとか言ってた。あの、チェーンできていくのね。はいはいはい。チェーン1、チェーン2、チェーン3。カウンタースイッチの対象となる攻撃は通常の攻撃とはエフェクトが異なります。地面に表示されるエフェクトの色が濃いオレンジ色をしており、途中で水色に切り替わる。あ、なんかちょっとフォーカス攻撃っぽい演出、なんかその赤から青に切り替わりますよみたいな。それがあのボスの範囲攻撃自体にこう乗ってくるって感じや。赤青って、赤青なんか呪術廻戦。カウンタースイッチを成功させるためには、この水色エフェクトの瞬間にチェーンスキルを叩き込む必要がありますと。あ、この水色の瞬間にチェーンスキルを打つと。それでカウンタースイッチか。カウンターチェーンとか言ってた。カウンターチュインになると。カウンタースイッチ。なお、全ての敵はこの攻撃を持つわけではありません。そう、特定の攻撃って言ってるから、全くこの攻撃をしてこないボスもいると。また、チェーン状態のクールタイム。まあ、あれ、モブとかはやってこなさそうだよね、なんとなく。まあ、見てないからわかんないけどね。まあ、これ多分、俺全然もう、バイト終わってさ、すぐ見てるからさ、全然ストーリーとかもやってないしさ、このグリセルダさんもね、まだ持ってないんで、あ、これ防御強化用バフもついてる。これ19層、ストーリークリアで手に入りますね。艦隊スイッチ対象攻撃を持つモンスター。カウンタースイッチの実装に伴い、今後実装される新規モンスターだけでなく、下記の既存モンスターがカウンタースイッチ対象攻撃を行うようになりました。へぇー。各階層のフロアボス、ダンジョンボス、ソロカオス、過去ボス、テオザ・ティーザー・テンタコルズ・ザ・ラストナンバー・ラストナンバーカオスは対象外です。あ、これあれだ、ラストナンバーみたいな動きするボスか。ボスの攻撃が終わった瞬間にしか攻撃チャンスが出ないようなボスね。ラスナン系のやつね。ラスナン系はカウンタースイッチできないんだ。へー。あ、そうか、ボスの攻撃してる途中でカウンターとかやってもあれか、攻撃受けないからさ、ボス攻撃してる時点では。攻撃が終わった後に攻撃チャンスが生まれるから、その時しか攻撃できないので、敵が攻撃してる途中でカウンターやっても、あ、そうか、敵には当たんないから、そんだったらもうそういう仕様最初から実装しないようにしようってことね。ラスナンとかは、いや、チェーン状態の終了、主に以下の条件で、チェーン状態を終了します。チェーン状態の残り時間がなくなる。まあ、そりゃそうだ。制限時間終わったらなくなる。エリア切り替えが発生する。なんか間違ってエリア移動しちゃったら、チェーン状態が終わってしまいます。クイックチェンジをする。あ、これもなんか、覚醒とかもそうだよね。チェーン状態になってるのに、武器チェンしたら終わりますと。メニュー画面表示する。あ、これも覚醒と一緒だね。自身のキャラクター殺されたら終わるに決まっとるやろ。殺されても終わんなかったらすげえスキルだなって思いますけど。で、オーダーのほか19層、まあ、ストーリークリアね。これ、はい。メインクエスト中やつな。サンドウェーブなんだね。で、ウェーブなんだけど、まあ、単体攻撃か。でも防御強化4バフがね、つくのいいよね。配布で防御強化つくんだね。バフが。
しかもグリセルダさんのスキル。あ、グリセルダさん。へえ、グリセルダさん。いいね。グリセルダさんってこう、よーく顔とかあんま見たことないけど、グリセルダさん、いいっすね。スーパーチェーン発生時に一定時間戦場。なんかこれあれっすよね。これ、あの、配布で、これゲットしてちょっと試してみないかっていう話ですよね。まあ、19層クリアしたらもらえるんで、まあそしたらまた動画にしようかな、気が向いたら。あとはせっかくチュインスキルを、見ているので、新しいオーダーが来てるんで、まあこれについてはまあ見たんで、見た、この前見たけれども、まあ、見たからいいか。これも勝負シオンバフとかいいよね。これスーパーチェーン。スーパーチェーン。スーパーチェーン効果。一回発動、生息性、ああ、そう。生息性上昇なんだよね、最近の。周年記念のさ、弓。あと、こう、土なんだよね、片手コンは。で、これ、槍が風で、あ、そう、斧も土で、で、なぜか短剣が闇で、再剣が水で、直剣が火と、まあ、ちょっと熟練度スキルに、対応している感じがありますね。か、熟練度スキル、例えば片手直剣だと、まあ、下の方行けば火属性ダメが上昇と、片手再剣だと、まあ、下の方行けば、水溜めが上昇と。なんかそれぞれの武器で得意な自然属性があるみたいな扱いなのか、ちょっとよくわかんないですけど。これね、欲しいね。騎士の盾4バフついてるしね。スーパーチュインね、どんな感じなんだろうね。ちょっとね、グリセルダさんゲットしたらね、やってみようかと思います。まあ、要するに、このチュインスキルをスイッチで打つとか、で、敵の攻撃に合わせてカウンターでスイッチじゃない、チュインスキル打つとか、まあ、そういう感じで起動してって、で、なんかその、打ち放題ってわけじゃないですよね、アクセルみたいに。打ち放題にしたいならアクセルも使うっていう感じ。なんだけど、あの、スイッチで使えるっていうだけね。あの十突してるスキルと、あのチュインスキルが、そうですね、これらすごいね。なんかいろいろちょっと可能性があるような感じはしますけれども、やっぱりスキルの組み合わせのゲームっていうのがより、濃くなったっていう感じがしますね。まあでもこれ始めたての人にこういう説明したところでさ、ごちゃごちゃしてて多分わかんないと思うんで、まあ、ある程度わかってる人が見るような動画、でもある程度わかってる人こんな動画見ないでもさ、これ自分で読んで自分で理解できるからさ、別にこんなの見る必要ないと思うんだけどね、こういうさ、多分ある程度さ、わかってる人だってこういうさ、こういうの見れるの分かるじゃん。あ、カウンタースイッチについて。へえ、こういう説明もあるんだね。なんか、かわいいスタンプこれつけてくれるようになったんだね。このヘルプね。かわいいね。カウンタースイッチはチェーンスキルを敵の得点を攻撃中、タイミングよく使用することで受けるダメージを無効化することができますと。これ生放送で、このグリームアイスがケチョンケチョンにされて、クリームアイスになってたっていう話をね、してね。まあ、ちょっと寒いなって思った人はすみませんでした。ダメージを無効化する際にさらにデバフが付与され与えるダメージを増加させること。あ、さっき見たやつね。またカウンタースイッチを発動することでチェーン状態になることができます。カウンタースイッチの発動条件は、特定の敵の攻撃が水色になったタイミングでチェーンスキルを使用すると発動できますと。まあ、大体わかったけど、多分、なんかちょっと一応あの理解はしたんだけど、これ多分実際に使ってみないとちょっと頭の中ボヤボヤしてるから、でも最初フルバーストだってさ、最初使ってる時あれってなってたから、ちょっと慣れないうちはね、なんか
操作がおぼつかないと思うんですけど、まあ、徐々に、まあ、慣れていくのがいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。